ラフラフメンバーツーショットトーク。イエーイ。このコーナーではメンバー2人だけで行います。よろしくお願いします。よろしくお願いします。そして今日のお客様はこの方です。佐々木風奈です。よろしくお願いします。佐々木風奈ちゃんです。私がね、この前のミリとのツーショットトークの時に指名をしました。ありがとうございます。じゃあさて、このコーナーでは事前にふーちゃんについて他のメンバーがどう思っているかっていうのをアンケートを取りました。それを発表していくんだけど、どういうこと書かれてると思いますか？いやー、やっぱ真面目なこと。真面目なことを。嫌なことは書いてないって信じたいです。じゃあ早速みんなの回答を読んでいきたいと思います。はい、まずじゃあ初めの質問は、初めて見た時の印象は、うん、っていう。なんか存在感薄そうみたいな。そんなことか。じゃあ早速まずミク。はい、ミクの回答は、思ったより身長が高くて全然話すまでふーちゃんだってことを気づかなかったっていうのと、歌が上手い顔をしてた。と上手かったって結局書いてある。歌が上手い顔。でもね、そう、事前にしてたんだよね、うん、ミクね。そう、オーディション、配信審査のオーディションでミクは私のことを知ってたんですけど、身長が高すぎてそのことを聞くまで本当に自分だっていうことを気づかなかったっていう。じゃあ話して気づいたの。そう、話してて気づいた。じゃあ2人目、アリサちゃん。うん、しっかり者だと思いました。それに歌やダンスもかっこよくて、私もしっかりした人になりたいなぁなんて思います。リーダーが言ってます。私思ってそんな。でも本当にね、しっかり者、自分でも言ってたけどね、そういうイメージがみんな強いんだろうね、初めからね。なんかそんな感じはするかもしれない。じゃあ次、ミリ。オーディションの時からりょうかと仲が良くて、もともと友達だったのかなと思いました。違うよね。そうだけど、三次審査の時に会ってたの。会ってて。そうなんだ。両方とも入り時間が一緒で。あ、最終の3時間も最終。あ、そうなんだ。そうだから結構仲良かったかも。あるよね、そういうのね、うん、三次審査一緒だったよねみたいなのあったけど。そう私誰も一緒じゃなくて。そうなんだ。みんな始めました。緊張。そう、緊張でした。うん、次の質問です。はい、佐々木さんを一言で表すと、というアンケート。お、じゃあモナミの回答。はい、いつも絶対グミを持ち歩いています。食べたグミは写真に撮ってグミ日記をつけてるみたいです。はい。つけてる？つけてます。結構溜まってますか今？この前40枚目行きました。40種類目。そう、いつから始めたの？1月の31日からだから1ヶ月ちょっと。1ヶ月ちょっとで 40? 40 1日2個ぐらい。1日1個以上だね。そう、なんかね、あの誰かからもらったりとか、気になるグミとかを、そう、あ、もらうよね、こんなのもね、そう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 、いっぱいグミ買ってあげてたからね。くれた時とかに増えた。全部取ってんだ。取って、えら。私です、次。お、はい、おとなしそうに見えるけど、ポテンシャルはピカイチ、ほっぺもちもち佐々木風奈です。ちょっと理由もあるの。はい、ポテンシャルは誰よりもあって、グループを陰で支えてくれている存在だと思う。ラフラフに必要不可欠の存在。嬉しい。本当にその通りだよね。嬉しい。結構ね、なんかあんまりさ、前に出てさ、みんなにガンガン言うタイプではないけど、陰では結構支えてくれてる気がしてます。嬉しいです。何も言えません。嬉しいです。言ってよ、ふーちゃんのコーナーでこれ。次、メイニャ。はい、ふわふわ可愛いだけじゃない、心の内に秘める向上心の塊、ふんわりとしたイメージからは想像できないほどの頑張り屋さん。まあ、結構みんなこういうの多いね。嬉しい、うん、見た目はふわふわしてるように見えるけど、陰では頑張ってるとか。嬉しいわ。嬉しいしか言えない。幸せなコーナーね。幸せな。幸せだわ。じゃあ次、自分しか知らないふーちゃん、佐々木さんはどういう。はい、高梨ゆいちゃんですね。ゆいゆいはたまに甘えん坊で超甘えてくる時がある。ふーちゃんが私の肩に顔を埋めて甘えに来てくれた時があって、
その時の幸福感は人生の中でも最高でした。めっちゃ幸せになってるゆうゆう。嬉しい。え、する？なんか特にゆうゆうはお姉ちゃんって感じがするから。確かにね、結構あるよね、二人でいることもね。そう。確かに。甘えちゃうかもしれない。でもある たまにあるよね、母さんのとこに。そう、たまに行く。みんなのところに行く。かわいいわ、ほんと。私はされたことないな。あ、今度行こう。じゃあ次、ミク。はい。カレーアイさんのライブに行って、ライブ席が映されたときに、しっかりふなさんがいたし、YouTube にも載ってましたって書いてある。そうなの。載ってたの？そう、1周年ライブに行ったときに、そのダイジェストみたいなのが後で YouTube に残ってて、見たらしっかり私が。こうやってやってるのがこう映ってでもミク見つけたんだ。そう、確かにミクも好きだもんね。 LINE でね、これフナさんってあ、ミクから送ってた。そう、ミクから送られてきて、気づいてた。それまで私は知らなくて、それで気づいてた。本当だ、私だって言ってファンの人気づいてるのかな。ね、しっかり探してみてください、皆さん。じゃあ次、アリサッチ。はい。よくイルカのような超音波みたいな声を出します。毎回イルカのような超音波みたいな声で、あーかわいいって毎回会話してる。確かに、本当に私もこれ書いたもん。なんかオタクになると、なんかすごい声を出して高い声で、すごい声を出す、ココイチぐらいの大きい声を出す。そうあるよね、モナミンとかね。そう、モナミンに対してはいつもオタクになっちゃって、超音波みたいな。やってくださいよ。やりません。やってくださいよ。モナミンが出てこないと。あ、モナミンが出てこないな。次ちょっと私なんか撮ってから SNS かなんかあげようか。じゃあ次ミリ、東京アンチ、電車を走り込んで乗りますって話。これ別だよね。別だね。まず東京アンチだよね。別だね。アンチしてるよね。アンチじゃなくて。結構してるよね。アンチじゃなくて。お前川汚いのと全然違う。だって東京の空気汚いだっけ。いや、あ、汚いは言ったかも。言ったね。言ったね。でも春も言ってたからね。ちょっとね、そう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 、やっぱりあの田舎者なのでね、二人とも田舎者。この電車走り込んで乗るっていうのはね、この前もね、私たち言ってたんですよ。私とミリの時にね。もうちょっとだって私のんびり屋さんだから乗らないのに、一人だけ私追い越して。てか電車に乗ってっからもう怖くて、こっちはなんかもう挟まってる人とかたまに見るから、いつかルーちゃん挟まるんじゃないかなと思って怖いので、やめてください。あ、はい。ちょっと一回決めるとやっぱ達成したくなっちゃう。あ、もう一回乗るぞって決めたらもう乗りたくなっちゃうから。じゃあ次、モナミ。はい。あ、1週間のうちに数回財布をなくしたり電車を乗り過ごしがち。その通りだね。財布忘れ事件はね、3回くらい、今年入って3回くらい。今年入って？それ3月だよ。うん。嘘。え、そうだから1回目は本当になくしてコンビニにあったんだけど、ね、1回目は改札に入ってから落としたの気づいてなくて、うん、おじさんが落としましたよって言ってくれて。私よかったね。そうだから、それ気づかなかったら完全に2回なくしてて、あと1回はなくしたと思って事務所に戻ったんだけど、うん、結局はリュックの底にあったって。ちょっと確認しようね、はい、でもこの1個の時はすごかったね。大騒動だったよね。 大騒動。いろんなとこに電話してありますか、今のとこずっと聞いてやってましたね。あったからよかった。どこに、はい、すいませんでしたって。この電車乗り過ごしがち、わたる寝ちゃってかな。寝ちゃってが多いよね。そう、特にテストの直前とかは疲れてるの、ね、終点だったから、うん、あの電車止まってんのに気づかず寝てて、うん、サラリーマンの人が大丈夫ですかみたいな、すごいすごいありがたいね、普通の周り優しい人ばっかり、優しい人ばっかで声かけてくれて。よかった。そう、じゃあ次のあれですね、質問。正直直してほしいところはありますか。あ、気になる。アリサッチ、夜間のモノマネ。声が枯れるので夜間のモノマネしすぎには気をつけてます。はい。イルカのやつだよね、多分。イルカと一緒？イルカとほぼ出し方は一緒なんだけど。でも夜間は本当に一回喉壊したよね。うん、壊した。修学旅行行ってから帰ってきた時の声トレで、声がガスガスになって、なんでかって先生が理由聞いたら、夜間のモノマネをしすぎましたって。そう、なんかさ、みんないろいろ持ってるじゃん、技みたいな。腹持ってないけど。モナミンビームとかさ、私何もないなと思って、
なんだろうって考えた時にあ、これならいけるかもって思ったのがその夜間のものあれだったんだけど、練習したの、うん、したら喉壊しちゃった。喉壊しちゃった。やめてください。ほぼほぼにやめたいと思います。はい、じゃあ次モナミ、うん、私だからモナミね、モナミと喋る時の声は、うん、ほぼモスキートーンで話の内容が入ってこないです。それを見て周りのメンバーも心配しているって書いてある。でモナミもじゃないの、モナミも同じ、うん、モナミもモスキートーン出してるよ。モスキートーン出して話してるの。モスキートーンってなんだ、カスカスの声、高い声。あ、高い声で、あ、そういうことか、うん、あ、確かに出る、いつもの声、かわいいとか言って言ってるね。そういうことね。結構心配してる、本当に二人とも同じ声のことだね。心配してくれて、声心配。次、りょか。はい、周りに気を使いすぎて自分を後回しにするくらい優しいところを、そんなことないよ、直してほしいらしいです。そんなことないよ、気を使いすぎずにね。ありがとうございます、優しいですね、りょかさんね、うん。次、私、はい、私のほっぺを触ってくる時があり、それ自体は嬉しいのですが、毎回のように静電気が来るので放電してから触る約束をしました。なのにこの前触ろうとしたね。バチバチじゃん。そうだね、そう、絶対ハルルンってさ、あ、私かもしんないね、痛い方だよね、いつも。え、そう、ダンスする時とか、うん、ミクが触れるとこがあるの私、うんうんうん、その時も毎回バチッバチってなるから、ちょっと私が問題なのかなってちょっと思い出したから、うん、次ちょっと私もやってみる。あ、2人で放電しよう。で、触ろう。Okay. じゃあ最後、はい、せっかくなので言っておきたいこと、アリサッチ、うん、おすすめのグミを教えてください。私も知りたいかも。おすすめのグミか、うわー、めっちゃ迷うな。いや、でもやっぱピルグミとマロッシュのコラボは本当に衝撃的だったから、うん、美味しかったよね。もうあれはとにかく食べてほしいのと、やっぱアイドルはダイエットが必要じゃないですか。ってなるとやっぱ忍者飯がいいの？66キロカロリーしかなくて。グミってもっと高いんだ普通。そう、普通100はだいたい超えるんだよね、なかなか。忍者飯は何十カロリーのカロリーっていうの見たことなくて。美味しい、うん、美味しい。し、硬いから食べた感がある。あー、確かに。そう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 。噛むとお腹いっぱいになるとかいうもん、ね、そう。だから、おすすめ。ファンの皆さんもね。ダイエットには忍者飯を。ダイエットには忍者飯をって感じです。じゃあ次、ミリ。うん。何？東京悪いとこじゃないの。別に東京嫌いなわけじゃないの。東京悪いとこじゃないらしいよね。東京悪いとこじゃないですよね。私もちゃんと認めますから、東京悪いとこじゃない。東京はいいところです。次、メニャ、はい、ふーちゃんが思うほどできてないことなんてありません。ただでさえすごいのにどんどん成長する姿、とにかくかっこいいです。うん。泣かないでね。泣いちゃうよ。泣いちゃう。目がうるうるしてる、ふーちゃん。嬉しいです。ありがとう、メニャ。じゃあ次、あ、モナミ、うん、よく前髪を分けるかそのままにするかでよく悩んでるけど、ふーちゃんは何を知っても似合うよ。ちなみにふーちゃんがやってた髪型で一番好きだったのはゆるふわ巻きのお団子です。確かに。ああ、あの雑誌の撮影の時の。嬉しい。もう前髪はね、悩まなくて。前髪は毎日聞いてるよね、誰かに。そう、分けた方がいいと思う、そのままでいいと思う、どっちがいいとか言う。どっちも可愛いから自分で決めようと思います。でね、じゃあこれで終わりかな。お、ということで初めてのツーショットトークだったけどどうだった？いや、感動的な、ちょっと途中の人になっちゃったけど、あと夜間のものはしない、夜間のものはしないように、一回だけちょっと私撮って SNS あって、あ、じゃあ後でやります。はい、はい、後でやってくださいね。じゃあリレー形式だから、うん、ふーちゃんがインタビューしたいメンバー、次はゆいゆいで。ゆいゆいね、ゆいゆい仲良しだからね。はい、じゃあ次はふーちゃんとゆいゆいのツーショットトークになります。はい、以上メンバーリレートークでした。ありがとうございました。今日も最後まで見てくれてありがとう。